木狼の塊木ウとは、木ウとも呼ばれ、漆科のハゼの木や漆の果実を蒸してから、果肉や種子に含まれる有点の高い脂肪を圧搾するなどして抽出した抗議のウ。果実全体の約20%を占める。科学的には、競技のウである、ワックスエステルではなく、中性脂肪を主成分とする。また、粘性の高い日本産を含んでいる。 絞ってからそのまま冷却して固めたものを、キロウと呼ぶ。収穫した果実をすぐに抽出したキロウは褐色で、あるが、半年程度寝かせた果実を抽出すると黄土色に近い色のキロウになる。一年程度寝かせたものからは、緑がかった色のキロウが抽出できる。ハゼの種類によりキロウの緑色の程度や風合いが異なる。蝋燭、特には蝋燭の仕上げなどには、肥料を、 さらに天日にさらすなどして漂白した白狼ロロを用いる。かつては、ろうそくだけでなく、瓶付け、艶出し剤公薬などの医薬品や化粧品の原料として幅広く使われていた。このため、商品作物として、明治時代まで西日本各地で盛んに栽培されていた。白狼ロロ1966年に水沼ひとしひろしが木狼の油脂口数を報告している。 木狼は、ハゼの種類、採油方法、漂白方法等の処理過程を経由するので、それらの物理性は著しく異なり、過表の通り油脂口数が変化する。木狼の脂肪酸素性については、水沼の報告では、パルミチン酸77%、オレイン酸12%、日本酸5から6%、ステアリン酸、アラキン酸5%、リノール酸から1%とあるが、 木狼の最初元のハゼの種類については記載がない。一方、日本で流通している九州産の数種類のハゼから抽出された木狼についてその成分はパルミチン酸57.8%、ステアリン酸10.0%、アラキジン酸5.6%、ベヘン酸2%、日本酸5.7%であることが九州大学大学院により報告されている。 木狼を水素添加すると、年長性も縁もなく、ボロボロした感じの固体油になる。長崎県では、島原藩が、犯罪性の向上と藩内の経済振興のため、特産物として栽培奨励をしたため、島原半島で盛んにハゼの木の栽培と木狼製造が行われた。特に昭和になってから選抜された品種である、昭和福ハゼは、 果肉に含まれる老の含有量が多く、島原半島内で広く栽培された。木老製造は、島原市の本田木老工業所が伝統的な玉絞りによる製造を続け、伝統を守っている。愛媛県では、内与一体、例えば、内子や川の石は、ハゼの木の栽培が盛んであった。中でも内子は、木老の生産が盛んで、江戸時代、 大ハ藩6万国の経済を支えた柱の一つであった。明治期には一時、海外にも盛んに輸出された。第二次世界大戦以前は日本国外にも通用する輸出品としても重要視されており、1940年には重要輸出品取締法に基づく重要輸出品目に目論が加えられている。ありがとうございます。